どうもこんにちは、なっちでございます。ちょっと昼寝をしすぎまして、昼寝しすぎて、今日はね、昼に学校が終わってサイゼリアで友達とね飯食ってからもう爆睡しとったわけですけども、そんな中新キャラがね発表されておりました。まあラスっていうキャラクターなんですけどね、まあまた降臨近くなった時に喋ろうかなと思います。はい、ということで今日はノクティスが超絶アップ中でございます。ファイナルファンタジーコラボガチャ、昨日と一緒で30連引いて、まあ比較する的な感じにしようかなと思いました。でね、聞いてください。昨日通話しながらポケモンしながらパズドラをしとったんですよ。で、出ました。その時のノリで一回引いたら出ました。何だったんだろうね。しかも日付変わってからですからね。ノクティス超絶アップ中に出ましたから、正直信じない。まあでもね、運なんでね、なんとも言えないんですけどね。で、これ見て。このアルテミスとアポロン。兄弟が連続で出ました。ちょっとびっくりしました。いきます。今日もスコールを飲んでおりますよ。オニオンナイトゲットでございます。幸先いいよ。ヘパイストスみたいなやつも欲しいから、ぜひプラスなしでゲット。マジで？すげえな。あ、じゃあこれもう多分3回目でノクティス来て終わりますね。ありがとうございました。あー、ちょっとびっくりするじゃん。そんなことされたらびっくりするじゃん。属性は合ってましたけどね。セシル2回目だな。あれからティファし、びっくりするな。ちょっと闇属性のフェイントがすごい。でもすごくない？新キャラ星6セフィロスです。そう、結局昨日はその1回しか引いてないので、あの新しい別のキャラが出たとかない。おーい。何やってんだあんたは。まあでも究極超究極でありますから、まあ一応取っとこう。スキルもまあ使わないと思うけどね、継承ではあんま使わないかな。しかしね、ガチャのこの中身がプラスもついてこないし、超ワンですね。ワンはね割と使われるんで、特に光と火なんでリュービディオスとかに使えますね。コンボ増やすプラスヘイストなんで、すごい使いやすいキャラクターでございます。一応もう一体取っとこうかな。うん、結局継承もさ、一回外してもう一回つけてとかしたくないじゃないですか。なんでバッツはね、正直もう必要ないんだよね、たくさんおるから。でもありがとう。いや素晴らしいね。はい、魔法石の数が僕の誕生日になりまして、言うな。何がすごいかってプラスがついてこないんだよ全く。しかも金玉が今6連、金玉6連でございますとか言ってるときっと金玉が出るんですけど、その裏を書いていく。リノはね今7回目7連目。あー、ここで終わったか。くっそー、また君か、エースくんな。なんか主人公感すごいんだけどな。なんで銀玉なんだろうな。いやーでもいいものが見れました。さあ流れが崩れてプラスがついてくる。まあでもバンならいいか。おい、いきなりプラスをつけんのやめろ、ティナ。なんかカーテンとかにありそうなね、これタイツって言うんですか、履いてますね。カーテンの生地にありそうって言いたかったんです。わかったかな、伝わったかな。はい、こちらがレイン。ちょっとパンネロ欲しい。もっとパンネロを狙うだけでも相当渋いガチャだよね。そりゃエモとか見てなくない？エモだっけ？なんか貴族生もう一体銀玉にいるんですけど。
てか FF は星6だとさ偏ってるよね、属性がね。すごく個人的なイメージ、まあ主人公キャラっていうのがそのなんか重要なキャラクターが星6になると思うんですけど、火が4人いるんですけど星5星5星4星4なんですよね。まあ火にも大当たりはいないのか、光と闇に集中しすぎてんだな。光と闇しかいないんだな星6が。まあならいいやなんかねこう火だけさ当たりがいないとかなるとちょっとなえるんですけど、そんなこともないみたいですね。うん、まあみんな強いしね、いいんじゃないかな。はい、じゃあ気を取り直してノクティス狙っていきたいんですけど、またあなたですか。出すぎなんだっていきなり。あの人も進化させて使ってみようかな。割と強そうだよね。まあでも十字だから見ると同じ感じになっちゃうのかな。クラウドです、一応もらっとこうかな。クラウドでもねえ、あーでもそうか、覚醒が追加されたからレオニスを超えたのか。ついになんか前はねレオニスの方が、前はレオニスでいいじゃんみたいな、クラウドは1体でサブにレオニス詰めるとかそんな感じだったんですけど、どうなったんだ。あ、リーダースキルがそもそも強くなったんだ。攻撃力上がったんですね。なるほど。まあ、ガチャ引きながら他のとこ見てますけど。で、あ、ウェイト列追加。あ、これは強いな。じゃあもう、レオニスはさよならですね。悪魔タイプには、キラー入りますし。クラウドシステムね。でも最近はその、横にずらすのすらだるいって人がさ多いでしょ。僕もそうなんですけど、あとヘイストがイライラするっていうね。だからトゥバンとライラどっちがいいって言ったらライラなんですよ。FF コラボ悪魔多いですからクラウドで上は回ったりする方が多いみたいですね。さあ残すとこ早くもあと2回でございます。早かったね。昨日はなんかスコールやら無駄話が多かった。さあラスト1回で巡り合うことができるんでしょうか。いきます。いやこいつもどうせね関係ない時に引いたら出るパターンですよ。はい、という結果でございました。なんか前半美味しかったんだけど後半普通でしたね。セシルからリノアの金玉7連が一番熱かったかな。まあ、それ以外は普通でした。で星6がセフィロス、クラウド、ユーナ、ティファの5人かな。今日はたくさん出ましたね。あ、セシルもいるからセフィロス、クラウド、ティファ、セシル、ユーナら6人出ました。10回引けば1体はね星6出るんじゃないのかなって確率です。今回は5回に1回ぐらい出てますけども、まあ昨日のと合わせると10回以内に1体は出るんじゃないのかなって感じの結果でございました。まあ今回ねオニオンナイトとアーロンだけゲットできたんでいいと思います。まあこの他に別に特に欲しいキャラクターもいないので、なんとかノクティスをゲットして今回は撤退したいと思いますね。ノクティスは来週だもんね、またね。なんでまあ来週でもいい、来週になってもいいんだけどさ、来週の火曜日とかにゴッドフェスが来てたりするとも笑えるからね。はい、まあそんなこんなで、ノクティス狙いの FF ガチャでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。